天眼川は沖縄東中部を流れる二級河川である。別名大川。沖縄県うるま市石川山城の読谷岳山階東部に発し南東へ流れる。山城ダムを経て石川諏訪南、野辺を流れ、諏訪南川、野辺川、川崎川を合流する。天根根岸付近から串川市街地の北部をかすめ、在日米軍基地のキャンプマクトリアスを横切る。川口近くでヌーリ川を合流し、宇検付近で金湾に注ぐ。上流では名ヶ原、蘇南大川、江ノ美では、ウフンガーラ、天根根岸では、ティングワンガーラ、宇検では、ウキンガーラとも呼ばれる。流れが速いことから天根岸総川と呼ばれることもある。山城ダムの上流には、大ウナギが生息しており、全長 1.4 メートルの個体が捕獲されたこともある。上流にはヨシノボリ、南テナガエビ、坂本沢ガニなどが、下流から中流には、テラピアやグッピーなどが生息する。川口近くに取水堰があり、沖縄県企業局が上水道用として1日あたり、平均7600立方メートルを取水する。天根根岸浄水場串川市天根岸にあった浄水場。1961年にアメリカ軍が建設し、琉球水道公社によって拡張され、1972年の沖縄返還に伴い、沖縄県へ移管された。老朽化により1992年3月末に廃止されている。天眼川と福地ダムなど、沖縄東北部ダム群の水を管理し、当時の串川市、勝連町、与那城村へ、上水道を供給していた。山城ダム、天眼川上流にあるダム。当初は天根根岸ダムと呼ばれていた。天根根岸川には以下のような物語が言い伝えられている。江ノ美村に住む江ノ美親子という青年と、諏訪南村に住む諏訪南乙孫という娘が恋仲となり、大雨の後に会いに出かけたところ天根根岸川が増水していたため渡ることができなかった。二人は川を挟んで互いに呼びかけ合うのみであったが、やがて水かさが減り渡ろうとしたところで濁流に飲まれ、娘は行方不明になってしまったという。大正年間には沖縄八景の一つに数えられた。1967年に天根根岸ダムが完成している。1988年、ふるさとの川モデル事業の指定を受けた。沖縄戦後、駐留したアメリカ軍によって川がせき止めたり、埋め立てられたりしたため水量は大幅に減少しほとんどが消滅した。石川市市 PP229-230AB、石川市市 PP243-248ABCD、ヘリキシ三北牛川、沖縄の川、沖縄県主要推計調査所、P11、沖縄県主要推計調査所、P52 沖教祖、沖縄の伝説編集委員会編、沖縄の伝説、PP227-230、日本標準、1981年。ありがとうございます。